おはーようございます。長野市議会のオレンジのあのおっちゃん小泉一馬、今日も街頭演説元気にやってみたところでございます。でね、6月議会が昨日から始まりましてね、小泉一馬もそれなり以上の質問を準備して、皆様にお役に立ちたい、そんな気分でいるところで、質問はね、やっぱり新型コロナの感染拡大が懸念される時期になってきましたのでね、まあいわゆる第2波っていうんですか、でその中で長野市はどう備えていくんですかっていうことを小泉一馬質問していきたいと思っております。まあ小泉はね、新型コロナのことでは6月議会でも発言しておりまして、 PCR 検査の対象もね、濃厚接触者の方、症状あってもなくても検査してねってことを申し上げまして、保健所長にやりますと言わせました。まあ、それまではね、症状がないと濃厚接触でも検査してくれなかった。例外は長野市長の加藤久夫さん。あの方は症状なかったけども、濃厚接触だから検査した。なんでなのっていうところをね、随分チクチクと使えて市長もかわいそうでした。まあ、小泉はね、まあ、市長はそうやっても危機管理の司令塔ですから、何かあったら困る。PCR 検査をね、ちょっと違う基準でやるっていうのは、まあ、しょうがねっていうか必要なことだなという受け止めでしたが、だけどやっぱり市民の生命、健康、安全も市長と同じ、いや、あるいはそれ以上に重要ですよね。だから PCR 検査市長並みにやってよねと。まあ、市長並みにって言葉は使わなかったけど、そういうつもりでやりました。今はね、保健所長も答弁通り、お約束通り、新型コロナの濃厚接触者、症状あってもなくても PCR 検査が受けられる状況になっているということでございます。さらに今日の新聞によりますとね、書いてましたね。今、補正予算出てきてまして、かかりつけのお医者さんでも PCR 検査を受けられる。だからね、今長野市は、保健所、それから PCR 検査センター、北と南で行政検査できるようになっています。これをさらにかかりつけ医で、まで拡大するっていう予算が出てきてる。小泉はこれにもちろん賛成していくつもりです。で、質問するのはね、一つは、まあ今ね、本当に長野市も連日と言っていいぐらいコロナかかりましたっていう、コロナの患者新しく出ちゃいましたっていう発表が出てくる中ですよね。で、上田の方では、東進ではレベル4にね、県が警戒水準引き上げまして、今長野はレベル3だけど、これもね、レベル4に行っちゃう、ちょっと指の立て方が難しい。レベル4まで行っちゃう可能性について考慮しておく必要が出てきてますよね。で、今、東進の方では、医療資源をあんまりね、食い潰さないように、医療崩壊を招かないように、軽症の方については、まあ、療養施設、を用意してね、ホテルなんかに泊まっていただいて、そこで2週間過ごして、2週間というか、症状が収まるまで、過ごしていただいて、で、陰性になってから出てってくださいね、みたいなことをやろうとしています、長野県庁。で、長野市もね、当然そういう対策進めていかなきゃいけないわけなんですが、これについてじゃあ長野市の中でどのぐらいそういう民間のホテルを、いざという時には、その軽症患者さんの受け入れができるような体制になっているのか、そういった数字がまだちょっとよくわかんないんで、そこをちょっと聞いていきたいと思いますね。それでさらにはどういう運用にしていくんですか、まあ、長野県庁の方にも聞いてみたんですけれども、運用基準についてはまだこれから考えるっていう段階のようなんです。9月中旬設置目処だから、それまでにね。だからね、そういう中で きちんと長野県と長野市も連携取って、長野市が言いたいことを言って、その運営基準に長野市の意向を反映させていただくっていうことも必要だと小泉一馬は考えます。まあそういったことちゃんとやってるんですよねっていうことを確認する質問やっていきたいと思いますよね。で、さらにはね、ごめんね、いろいろ喋っちゃって記録の問題あるじゃないですか。長野県庁もね、長野市の保健所もいじめられてるって言っちゃいけないね。信濃前市に向かうご批判を被っているのが、どうやってね、新型コロナの感染患者のその感染経緯とか、個人情報を発表するのかってことについて、検討した経緯を記録に残してないじゃないですかっていうことですよ。で、小泉はこれも6月議会質問して、長野市保健所長をやってますっていうことだったけど、どうも小泉の聞き方がまずかったのか、あるいは意図的にはぐらかし答弁だったのか、
信濃前新聞はできてないじゃないかっていう記事がその後載ってしまいました。小泉はねわざわざそういうことを聞いて注意喚起しといたのにだよ、そのことをちゃんとやってないっていうのはちょっとおかんむりでございます。でさらに悪いのはね、長野市長がこれも前も言ったけど検証しないって言ってんですよね。その保健所の新型コロナの対応について検証しないと長野市は。だって PDCA サイクル回す回すって言ってんのに、プラン、ドゥ、チェック、アゲインって話し、まあ、チェックして、そうやってサイクル回していくっていう事業をさらにさらに改善して回していくっていう PDCA サイクルですよね。で、これについて、長野市の新型コロナ対策だけ否定するようなことがあっていいのかと。で、むしろね、で、検証しっかりやんなきゃいけないし、で、検証するのはね、市長とか市行政、保健所だけじゃないんですよね。私たち市民だって、議会だって、あるいはメディアもそうですよ。検証していかなきゃいけないじゃないですか。で、それに耐える書類をね、きちんと作っていっていただかなきゃいけない。で、これはね、何も、市をね、いじめてるわけじゃないんですよ。いや、俺たちやってることちゃんとやってきたんだって、この後書類見てくれと、こうやってるだろって、言えるようにしておかなきゃいけない。あ、この時どうやってやってたのか分かんねえじゃねえかね。何やってんだよ。だからなんか隠してんじゃねえとか、そういうふうに思われちゃまずいんですよ。市のためにね。で、きちんとそうやって、書類を作っていただきたいっていうとね、本当に今日はごめんなさい話になりますけど、長野証券ってどういうかっていうと、いやこれはね基準があってそれに当てはめてねピシピシッと機械的にやってるだけだから、いちいち決済なんか取らないし、でその理由なんかも書かないんですよって言うけども、それじゃダメだって小泉一馬が言うのは、で基準に当てはめてっても違う取り扱いしてる時があるわけですよ。そうでしょ。で権藤で感染者が出た時はね、そのお店の名前ここです、この飲食店です、でいつのことです、で住所も発表して、で皆さん情報くださいねってことをやったわけですよ。で他のところで例えば、まあ某 JR とか某施術所とかでね、複数っていうかその公共的な接触する機会がある施設で新型コロナの患者が出た時は発表しなかったわけですよ。長野市保健所としてはここで出ましたってことをやんなかった、情報くださいもやんなかった。でそれ何が違うのっていうことを分かるようにきちんと記録残しておかなきゃいけないですよね。でこの権藤の時はこういうことで不特定の人が出入りして、しかも追えないから公表する必要があった。で他の時は全部追えるとかさ、で、濃厚接触に当たるようなものがなかったとかさ、そういったことをきちんと理由ですよ。その基準を適合する理由、それを書いとかなきゃいけない。で、新米みたいにね、会議の記録をいちいちつけろとは俺は言わない。そんなことまでやってる時間はないと思うよ、実際。だけど、決裁取るときは、公表するとき決裁取るんだからね。これはこれこれの理由によりこの基準に適合すると。それぐらいは書いといてもらわなきゃ困るんだよ。だってそうじゃないと決裁のハンコだと押せないはずなんだよ。だって、なんだってそうでしょ。この法律の第何条に当てはまるだけじゃダメなんですよ。これこれの事実があるから当てはまると判断したって。そう書かなきゃダメなんですよ。行政のあり方としてもね。で、小泉は元ね、県庁職員だからその辺はね、ごまかされませんよ。言っときますけれども。きちんと、いくら忙しい、忙しい、わかる。わかるけど、それやっとかなきゃ保健所の職員だって守れないんだよ。やってください、長野市長。やってください、保健所。にゃっ